値段は疑え。はい、どうも皆様、こんばんは。おはようございます。こんにちは。はい、コタパパです。今日もね、一つよろしくお願いいたします。えー、本日はですね、情報共有の目的として、えー、今、一本こちら動画を作っております。えー、サウンドピーツからですね、えー、新しく 耳を塞がないタイプのいわゆるながら聞きイヤホンが、えー、今度新発売になります。今回の目玉はやはりハイレゾワイヤレスなんだけど耳を塞がないタイプなんだけど ハイレゾ対応です。エルダック対応となっております。商品自体はね、VGP の2024の金賞を受賞しているということになっております。今ご覧いただいている画面がですね、商品になります。でですね、また早期予約キャンペーンを行っております。32%、ここですね、32%オフ。 で、えー、最初から買うことができます。えー、通常価格が7880円のところ、32%オフをすることで、えー、5358円で、えー、ゲットすることができます。ここの E メールアドレスに皆さんの、えー、自分のね、えー、まあいつもと一緒なんですけども、アドレスを入れて、 えー、登録するを押す。これだけでもうキャンペーンで使えるクーポンコートをゲットすることができます。発売がですね、発売日こちらですね。11月の22日水曜日ということなので、ちょうど1週間後になりますね。えー、いい夫婦の日ですね。<laughs> 逆にこれを買って夫婦仲が悪くなりそうな気もするんですけど、気のせいですかね。性能をちょろっと見ていきたいと思うんですけども、こちらがブラックですね。 色は変えられないとか。うんえー、商品の説明ということなんですけど、オープンイヤイヤホン設計、究極のフィット感、がら弾きイヤホン、えー、自由に向かう、えー、専用アプリマルチポイント接続。あ、マルチポイント使えるんだ。あとは、えー、バッテリーの方は最大35時間ですね。一日中、えー、楽しめる長時間再生のモデルとなっているようです。 でこちらですね。ハイレード認証を取得、えー。オープンイヤーの音質がここまで進化しましたよというふうになっております。商品名、えー、Go Free 2というものですね。今回は,、えーはうん、ワイヤレスでもハイレード対応ということで、ここがやっぱり強み、えー、アピールポイントなのかなというふうに感じました。 耳を塞がない新感覚ということで耳かけ式を採用し、えー、心地よい開放感と自然かつ、えー、迫力のサウンドをご堪能いただけますということですね、はい、こちらにハイレゾーンのマークそしてエルダック対応となっております、えー、オープンイヤーでもハイレゾーンを楽しめるということで深みのある低域から、えー、繊細な高域まで、えー、鮮やかに再現し、えー、その場の えー、空気感までも伝わる広々とした空間まで描きますというふうになっております。えー、ドライマーサイズが 16.2mm ということなので大型のものを積んでますねで。独自設計のラムダ型音響空間2.0というものが搭載されております。音の広がり、えー、奥行きまでリアルに再現します。どのような音量でも、えー、安定した というタガな、えー、リスニング体験を提供しますということになっております。えー、外れにくく、疲れにくい装着性を実現ということですね。えー、耳への負担も少なく、より、えー、安定した装着性を、えー、実現しますということとなっております。で、こちら注意事項、クーポンコードについてということが書いてありますね。なるほど、入れ届きましたか。32%オフはやっぱでかいですね。注意事項として、クーポン利用の 期限には関しては、えー、2023年11月の22日水曜日の、えー、夜中の、えー、0時1分から、えー、2023年12月1日の金曜日の23時、えー、59分までが利用することができる、えー、期限となっておりますので、えー、その点だけはご注意ください。で、応募期間、応募期間は、えー、本日ですね、本日から えー、11月21日火曜日の23時59分までとなっております。えー、この辺も頭の、えー、片隅に入れておいてください。通信方式 Bluetooth の5.3コーデックは LDAC、AAC、SBC、えー。連続再生時間が最大9時間。 ドライバー 16.2mmK のダイナミック型、防水性能は IPX の5ということなので、生活防水以上のものが備わっていますね。重量が約 9g、えー、快適で安定した装着性を実現するオープンイヤー、イヤーフックデザインとなっております。そして、K4 個のマイクと ENC ノイズリダクションにより、クリアな通話品質、そしてマルチポイントへの対応、さらに最大35時間の、えー、超ロングバッテリー 仕様となっております色の方がですね、ブラックとベージュの2色、これの中から2色から選ぶことができます。えー、初代と、えー、比べて変わった点はですね、まあ、デザイン、えー、重さ、えー、再生時間、防水性能など、いろいろなところがあるんですけども、うん、結構存在感がありますね。でもこれだけこう、これでハイルドでしっかり聞けるんでしょうかね。果たして ちょっと私今クエスチョンマークなんですけども、ハイリゾンに対応しても、音がね、あの、がっつり逃げてしまえば、エルダックの音景を、<laughs> あの肌で感じるところまではいけないと思うんですけども、まあでもね、サウンドピーツはいろいろやってくれますからね。今回はね、また、この、ながら聞き、えー、イヤホン市場にまた殴り込んできたっていう形になりますね。32%オフで皆さんどうぞ。 えー、使ってくださいといういつものサウンドピースのやり方ですね <laughs>。まあこの辺はねやっぱすげえなとは思いますけどね。うん。先ほどね、えー、お話しさせていただいたように、あらかじめ E メールアドレス、えー、登録していただければクーポンが出ますので、それで32%オフで買って楽しんでみるのもいいんではないかなと思います。私は先ほどエントリーしまして、もう待ちの状態ですね、えー。で、こちらの方は購入する予定です。 はい、来週まあ1週間後ぐらいかしっかりレビューできればなと思っております。うん、で Amazon ページに飛びますと、えー、オープンや耳を塞がない、えー、インイヤー型や骨伝導イヤホンと比較して、えー、心地よい開放感と、えー、自然かつ大迫力のサウンドを、えー、堪能できます。 自分の音楽世界に没頭している間でも常に周囲の環境や状況を把握でき通勤・通学・ジョギングなどでも車の音や人の声が自然に聞こえてきます重さもわずか 31g 羽のような軽さですってことにやってますねそしてハイレゾの認証をしておくとオープンイヤーの音質がここまで進化ということで これがキャップでコピーになるんですかね。うん、日本オーディオ協会のハイレーワイヤレスロゴを冠した、えー、オープンイヤー型耳掛けイヤホンが誕生です、えー。鮮明でクリアな高音からエキサイティングでパワフルな低音まで豊かで一貫した、えー、音楽体験を、えー、耳を塞がず、えー、没入感のあるハイレー音源をお届けします。一般的な、えー、イヤホンワイヤレスの3倍の大きさの 16.2mm のダイナミックドライバーを搭載し、 まるでコンサート会場で聴いているようなド迫力オーディオ体験を生み出します。はい。そしてバッテリーが35時間持ちますということになっております。はい。というわけで、えー、本日はサウンドピーツの新作が出るよという、えー、お話でした、えー。皆さんね、あと1週間ありますのでね、えー、ぜひ検討を重ねて、えー、いただいてですね、えー 32%オフのお得なこの5358円でゲットして、えー、ぜひね、そのハイレゾってやつをね、えー、検証してやろうと、ね、堪能してやろうと、楽しみにしていただけたらいいんではないかなと思います。なかなかね、サウンドピーツ、えー、動きが早いですね。えー、フラッグシップモデルのオペラ5。 とかも出しましたし、ランフリーなんかも出しましたし、うん、とにかく今、技術開発真っ只中で成長段階に入っている企業なのかもしれませんね。で、えっ、ー、と、こちら Amazon 限定ですので、そこだけご注意ください。 はい。ということで、本日は以上でレビューの方を終わりにさせていただきます。ちょっとね、話がまとまってないんですけども、えー、簡単に言いますと、えー、サウンドピーツから、えー、耳を塞がないタイプのハイレゾ対応の、えー、耳かけイヤホンが出ます、えー。クーポンを使うことで最初から32%オフで購入することができます。 期限とと決まままっっててておりすすので、えー、十分留意されれ、えー、計画を練いいただければと思いますはい、えー、それではね、この動画良かったと思ってくださったら、役に立ったよって思ってくださったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆様からいただけるね、そのグッドボタン、チャンネル登録、えー、それらすべてがね、私の動画作成モチベーション、 工場のパワーとなっておりますので、その辺も合わせてどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、お疲れ様です。失礼します。